チブだけがいいと思ったんですよ、ね。はい。時にあでもどうなんですか、側に入ったらこの有名な先生たちとかっていうのは知らない状況なんですか、はい、知ってる状況。いや知ってましたよ。あ知ってたんですね。知ってましたし、はいはい、僕最初に配属されたのが駒場校だったんですよ、はいはいはい、でそこって、まあ、今でいう東大に特化してるようなところの校舎だったんで、はいはい、レジェンドみたいな先生がもうそうそうたるメンバーがいて、はいはいはい、もう挨拶しても、はいはい、それこそちょっとしていいのかなみたいな。ああなるほど。でまああるあるな、そのああいう環境で僕みたいなのが座ってると、はあ、なんかやっぱりスタッフから学生と勘違いされ、ああはいはいはい、君そこ、君が座るとこじゃないからみたいな。はい。でも君が座るとこじゃないからっていう言葉を僕学生と勘違いされてるんじゃなくて、お前みたいなペーペー講師が、ああなるほど、来るとこじゃないって言葉に取っちゃったんですよ。ああなるほど。で本当に帰るっていう。ええ。本当に帰って、あの駒場校ってちょっと道路出るまでにこう。割と道があったんです、当時確か、はいはいはい、そこを何往復もして、はい、道の方行ったり校舎の入り口戻ったり、でそこの上のちょうどところで確か、ね、福崎五郎先生、あ、はいはいはい、お世話になった先生なんですけど、はいはい、とかがもうレジェンドですよね、はいはい、そうですね、授業されてる、はいはい、その横をこうやって行ったり来たりしてて俺いつになったら校舎入っていいのかなみたいなってなって、確かほんと初っ端の時は授業する1分ぐらい前に、はいはい、カバンだけ置いて、置いて、なるほど、でチョークだけ持って、はいはいはい、スッと上がっていったよ。なるほど。もう座らないみたいな。今もそのスタイルを貫いて今それだったらちょっとダメですよね、あいつなんだよみたいな、何であいついねえんだよみたいないう感じになりますよね。そんな時代でしたね。そんな感じだったんですね。はい、もう懐かしいです。あ、福崎先生とはいろいろあったんですね、うん、福崎先生はあの例のさっきの下積みの執筆を紹介してくれた先生。あ、そうなんですね。関先生も同じこと言ってましたね。ですですです、同じですね。そうなんですね。で、それで、そう、それで福崎先生が河合塾の講師やられていて、で、当然憧れてたんで、はあはあ、じゃあ、なんていう話もあったような気がしますね。福崎先生は、福崎先生も全部行ってます。寸大が最初ですか、どっちが、はい、寸大だと思いました。かわいい、かわいい、あ、やってみたい、投資ですね、いいのかな、うん、これは大丈夫なんでしょうかそう、そんな感じだったんですね。そんな感じですね。だから先生、ね、なんかもう全然いいじゃないですか、今。いや5年でもう、いやいや、もう確固たる地位を。いやいや、そうか、宮崎先生、僕そうなんですね。それこそ、うん、でやっぱりレジェンドですから、はいはい、もう一緒に写真とか撮ってもらっちゃったりして、はい、 それを飾ってますみたいな、そんなレベルですね。そうなんですね。懐かしいです。はい、うん、そうなんですね。そうなんですね。行って帰って日暮れますからね。あ、そうなんですね。結構その当時なんかネットで見てて、この先生もいる、この先生もいるっていうので、うん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 、面白がってました、はいはいはい、そうですよね。でもみんな長くいないですよね。だいたい 2,3 年とかで辞めたりとか、そこにしかいらんなかったらちょっと逆になんかどうしたどうしたっていうなぜいないのかみたいなすごい、これ使っちゃったらもう敵にめっちゃ回しちゃいます。もうやばいです。Pですね、これ敵だらけ何のためにこれ来てんの半分ぐらい、あ、ちょっと1時間ぐらい撮ったんですけど、半分ぐらいカットですみたいな、はい、そうですね、もう全然使えへんみたいな感じですね。いやめちゃくちゃ楽しいですね、はい、聞けて、僕なんかは自分のとこだけカットしようかなやばい嫌われるために出てる動画みたいな感じになっちゃうんで。Make sure to give me a thumbs up and subscribe to my channel. See you next time. Take care.